皆さんこんこにちは加藤です今回は緊急事態宣言がまた出る件に関連してなんですけれどもなぜ飲食店ばかりが時短要請に、ね、従わないといけないのかといった声が出てる件についてお話ししたいなと思います。 でね僕ね、ね今日本にいないんでいまいち日本の状況がよく分かってないというかピンときてないんですよなので、まああの大した話はできないんですけどもちょっとね疑問に思ったというかあこういう状況なんだなと思った件についてちょっとブログというかねちょっと語っていきたいなと思うんですけど、まあ、飲食店がね時短要請っていうんですか営業時間を8時までにしてくれみたいなことを言われるわけですよねでそれに従わなかったらその店名とかを公表しますよみたいなことになってるわけですよね。 聞いてるとねあその飲食店かわいそうだとか飲食店苦しいんだみたいな意見ばっかりの,、ね、あの世論になってるのかなと思ったらさっきの Yahoo! ニュースねコメント欄見てたんですよ、どんな感じなのかなと思ってそしたらなんか飲食店は協力金という名の給付金が出るだけいいでしょと飲食店関連の仕事には何の保証もないんだからと言って、まあ、飲食店に対してですねいいじゃん、別にみたいなお金もらえてるじゃんみたいな。 ことを言ってる人はですね結構多いんですよ。要するに飲食店は確かに時短要請とかをね従わなきゃいけないかもしれないけど、まあコロナであのいあの影響を受けてコロナの影響を受けてる飲食関連の仕事をしてる人とか、もしくは全く関係ない製造業とかねそういう人たちね飲食店みたいにあのお金が給付金なんかもらえない人たちが割と飲食店叩いてるんですよ。でこれ結構ねその飲食店バーサス 給付金もらえない人たちみたいな構図が出来上がっちゃっててで、その状況で、あのー、その要請に従わないお店を公表なんかすると給付金もらえてない人たちがですね多分、あのー、クレームの電話したり嫌がらせしたりとかで、ね、そんなことが起きるんじゃないかなと僕は思ったんですよだってただでさえネットの掲示板でこんな状況なわけですからリアルの世界では、まあ、何が起きるか分かんないなと。で まあねちょっと日本の状況が分かんないから僕からこうした方がいいみたいなこと言えないんだけどちょっとなんか見ててねあの難しいんだけどなんか残念なことになってるなと思いましたはい今回以上です九州